んにちは、スプラウトでのめちゃんとベルちゃんです。こんばんは。ということで今日はね、ベロちゃんに、うん、日本のお菓子を、うん、食べてもらいたいと思います。 OK です。イエーイ。これですね、見たことがないお菓子。なんかドキリとか何もない。今日はね、今日は真面目。じゃあはい、それはトマトでしょ。男梅。あ、梅なんだ。なんか古いトマトみたいな感じがしたけど。あー、梅だね。これはね、絶対好きベロ。カツ。うん、見た目が好き。これ多分ね、ベロ好きだね。とんかつとか好きだね。ソース。俺最初食べ、最初顔を見ましょう。ずんないないない。おいしいおいしい。かじれないの。なんで特殊な食い方すんのねえ。これ美味しいよ。おいしい。うん、これ好き。これめっちゃ好き。オッケー。これいくらなの？知らない。じゃあそれさ、はい、絶対にワンちゃんの餌でしょ。だってさ、うん、本当にさ、ああ犬の餌じゃないの。あ、落ちるとこだ。あほほ。うん、ソーセージ。あ、美味しい。美味しい美味しい。これめっちゃうま。日本のお菓子超うまい。いやもうこれはね、本当にね、日本人ならみんな通ってる道です。10円でうなぎが買えんだ。おーおー。美味しくないよね。超美味しい。美味しくない。ということで、まあ、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れなくね。忘れなくね。うん、オッケー。ありがとう。ありがとう。え、で、みんなが何点って。みんな、あ、そうだね。みんなが何点か教えてください。うん、一番好きなのはどれ。はい。ということで、楽しみだったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントお願いします。はい。アディオスアミゴス。アディオス。